カモンパーク新港でトイレ休憩していましたが、お土産をたくさん買い込んでいましたので買いすぎと怒りました。まだ旅1日目なのに全く相変わらず喧嘩ばかりしていますね。道の駅カモンパーク新港より出発です。場所はここら。臨時休業のお知らせ。地震のためしばらく臨時休業させていただきます。営業の再開予定は現在未定でございます。新港フィッシャーマンズワーフ新港キット機と市場は富山湾の宝石と称される白エビをはじめ、ベニズワイガニ、ホタルイカ、ブリ、ズワイガニ、バイガイなど新港漁港で取れたての海の幸が豊富に提供できる海鮮市場です。また館内の海鮮レストランキット機と令和朝トレの魚介類を使った自慢の魚料理も味わえます。その他館内では特産の海産物や里の子、お土産品など豊富に揃えています。名前がさ、ちょっと言いづらいですね。この前もなんかニューヨークでちょっと舞台をやったり、いろいろ授業を、まあ、テレビでやってて、ザーってこれ全部やるんですけども、必死でこうやって勉強するんですよ。多いですね。そこが左なんだ。B は大。左なんだ。で行くわけじゃねえから。でもほとんど行っちゃいそうじゃない？うん、いやここで一日いるかもしれない。あ、そう。うん、疲れた少し。で風呂入って少しゆっくりするかも。はい、今日29日だ。もう石川なんかあっちだもんだって。早いよもう。こっから行くってさ、3時間ぐらいで行けちゃうよ。さらも早いよ、もう行くさ。あとここら辺ゆっくり楽しむしかないじゃん。あれ白エビの釜飯とかあって。だから富山は白エビの間で、うん、美味しそうだよ。白エビの間ね、お菓子が多いんだね。そう、美味しそう。こっち行ったらあとはカニだけどね、うん、カニだけどさ、白エビも美味しそう。白エビ大好きだもん。桜エビも大好きだけど、白エビもなんか美味しい。あ、食べてみたいな。食わないで我慢して食えばよかったな。でもまだ俺腹減ってるよ。俺もそんなには腹減ってないな。俺は腹減ってんだけど。あれだけ食ってる。あれ少なかった。あれ少ない。確かに大食いのあなたとしては少ない。朝お腹減りすぎた。だから あれぐらい食べてもお腹いっぱいになります。ならねえよな、あれじゃない。お前の量でいけば。したらカニだよ、カニ。カニ食う。一発目カニ食う。みんな買ってたね。一発目カニ食おう。俺もう夜まで我慢できねえ。夜にさ、お酒飲みながらこうカニとカニ味噌食いながらさ、私はカニが食べたくて富山県に来たんです。実はそれをずっと正月前から夢見てた。富山来たらぜひそれやろうと。あのテレビで見たからさ、まさかここにあるとは知らなかった。俺石川でやろうと思ってた。なんか参考になればいいんだけどね。みんなでね、これ動画撮ってるけどさ、下手くそだからさ。およそ300メートル先の踏切です。カメラを映し出したら恥ずかしいのか、だんまりになった。あ、なんてすげえ、なんか顔がちっちゃく見える。顔がちっちゃく見える。さあもうちょっとで、あ、右行くの。これ腰の方だったんですよ。あ、なんすげえ、なんか顔がちっちゃく見える。
顔がちっちゃくなった。さあ、もうちょっとで。あ、ビビフなんかね、富山はあれだよね。エビが有名みたいで、うん、エビのお菓子とか多いよね。あと、富山ブラック。うん、あとは、まあ、カニも有名だけどね。カニ、ノドグロ。あとはブリね。ブリ。あ、カヨマルパークあった。まもなく立町ブリ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 。なんか汚いんだけどさ、お前ら。お前のプリ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 ちょっと汚いんだよ。なんかカタ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 やってるよ。なんかあそこ野菜作ってあるよ。うん、プランターにほら、うん、なんかここら辺の女性ってなんかあれせっかちだね、こうやってやってたもん。あ、ほんと？歩きやって、うん、そうそう、イラ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 してイライラしたってしょうがないんだよ。右方向でしょうがないよね、前が詰まってるんだからね、待ってるしかない。そうだよ、あとは譲り合いがないよね。どこもそうだろ、どこもそうだけど、自分だけいいと思って全然止まってくれないし。でも来たな富山は。やっぱさ旅行だからやっぱお互いさ急いでるのは分かるけど、やっぱ今まだ10時でしょ、まだ5時までだからさ、まだ時間余裕いっぱいね。ゆっくりできる、うん、ゆっくり見て食って草食食ってあと歩け。何があるかな、何があるかな。みんなあれだね、今年150周年なんだね。うん、ね、ここなんかいいな、いい景色だな。150周年記念や、もういい景色だね。雪がいっぱい。ああ、雪がね。でももう着くな、そうそう、あと 500m。 あ、越の方、海洋パークって書いてある。海洋丸パーク。海洋丸は日本の航海練習船で大型練習帆船。航行では1930年昭和5年に竣工した初代を取り扱う。従来海洋丸は同年の浸水後約半世紀にわたり海の貴婦人として親しまれ、1989年平成元年に引退。海洋丸アイアイユがその後を引き継いだ。姉妹船として初代日本丸がある。現在富山県射水市海洋町の港オアシス海洋丸パーク内で展示公開されている。また左行ってみます。ぐる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 回るんだね。駐車場が大きいから右は行けないんだ、うん、そこ行ってそこ行くんだ。なんか行けそうな感じするんだけどな、うん、右見て左見て OK。 5秒ぐらい止まって、うん、5秒ぐらい止まって、ここを右に曲がるんでしょ。右方じゃないんだ、ここ。ここだって書いてあるんでしょ。あ、本当だ、ここか。着いた。大きいね。着いた。ピッときと市場着きました。着きました。でかいでかい。カニ食べるぞ。来ました。大きいね。雪いっぱい。まもなく目的地付近です。ここ入れたの？観光バス。そっちから行く。目的地に到着しました。ルートここはメインでしょ。わーい、ほんとだ、カニ、カニ。あらら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 、そっちから。あらららららら、あらららら、ら、ちょっと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 、ほら、新港。イエーイ。トッキと、一番よし。お、取れた取れた。はい、着きました。新港、
キットキット市場です。新港キットキット市場です。値段はあくまで予想価格です。この日食べたカニは1万5000円でした。店内の様子です。紅ズワイガニ1杯6000円。ここで食事しようとしましたが、本日は貸し切りとのことで食事できませんでした。港寿司さんでお寿司をいただきました。何がある？お、レストランあった。なんかクローズ、クローズ。ベースリーですけど。ベースリーです。うん。で、パンフレットもらっといてよかった。うん。ほんとだ。あ、これいいね。ここでご飯食べよっか。私はカニ三昧寿司いただきました。奥さんは海鮮丼いただきました。エビとカニの味噌汁美味しかった。競りで落とされたカニが来ました。競りで落としてきたばかりのカニを茹でています。あ、ごめんなさい、すいません。
カニを茹でています。調子良くないのか、一つの釜にカニを移しています。茹でたカニを送ることもできるみたいですね。カニの大きさの選別しています。大きいカニは15,000円、小さいカニは5,500円でした。皆さん5500円のカニを購入していましたが、身が小さいので今回試食するのは大きいカニにしました。カニ味噌も美味しかった。
手前のが大きいカニ、1万5000円のカニ。この後並んで茹でたてのカニをいただきました。でかい1万5000円のカニです。よし、取るぞ。ほら、ほら、下取れ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 、折って、上から3枚並べていただきます。
券取った方がいいかな。しゃぶ用で今カニ食べ放題だ。二千円。しゃぶ用で食べた方がいいかな。実際開いてみたらいいけど、なんかスカスカ、ほら、こんなのばっかり、ほら、まずこっちあるんだけど、どうよ。
い食い方で申し訳ございません。
富山の皆様、今回の震災の影響で被災された方を慎んでお悔やみ申し上げます。1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。エンド。